はい、シロクマンです。はい、今日 PC エンジンミニじゃなくて、メガドライブミニ2ですかね、やっていきたいと思います。そうですね、チェルノブの続きやりますか、まずね。はい、これあれかな、ロードするのってもう一回リセット押すってことか。ロードやな、これやね。あ、再開。読み込みます。はい。はい、この続きからですね、やりたいと思います。こういう時便利ですよね。はい。これ2面ですね。ちょっとね、前回の時ね、デジカメの画質、最低画質まで落としたらだいぶ画質悪くなっちゃったんで、今回2段階目の画質にしました。はい、むずい。2段階目の画質で、その前まではね、最高画質でやったんですけど、それでもこのデジカメ画素数悪いんでね、最高画質でもそんなに大したことはないんですよね。それよりまあ一つ落とした画質で今回やってますけど、むず。はい、まだコンティニュー使えるみたいなんで、コンティニューなくなるまでやりたいと思います。うわ、なんか同じとこでやられてんね。あ、これ倒せんのか、これ倒せるんや。何や、この画質でもどうもダメだったらもう最高画質に戻しますけどね。画質下げればね、録画の時間が長くなるんで、ちょっとそれでちょっと試してるとこあるんでね。最高画質だとね、録画時間ちょっと短くなっちゃうんで、なるべく長くね、録画したいなっていうのがあるんで、画質落としてでもちょっとこうね、録画時間ね、伸ばそうかなっていうね、感じで思ってるんで、これ2面のボスですよね。うわ、これめっちゃ難しいやん。ジャンプで飛び越えた方がいいんかな。おお、もうあれ取りたかったけど取れなかった、ね、今の結構ノリノリの曲ですね。なんか人の声が入ってて、なんかエジプトなんですよね、世界観がね。ああ、そうか、反対向けないんや。ああ、そうか、下からこうくぐろうと思ったんですけど、くぐれないですよね。2面のボスよりめっちゃ強いやん、2面っていうか1面のボスより。なんかアリの課長もこいつでめっちゃ手こずってたようなイメージありますけど。ここでクイックセーブしましょうか。はい、じゃあ踏めるわけですからね、これをうまく利用して。あら、上にいればこれ大丈夫や。
あれ、あ、なんか手に当たったんかな。これ上にいれば無敵なんでしょうね。こうずっとこう、うん、上の攻撃も当たんないし、ただ攻撃できないっていうね。ここにずっといればね。あー、やられた。あー、でもやられるときあるんか。でもこれやってたらコンテニューいつまでたってもなくならないな。いや、そのままやろう。無限に挑戦することになるからね。最後の残機やな、これ。向きを変えるのが難しい。あー、ゲームオーバー。これコンテニューって何回あるんやろね。結構使えるね。9回、9回で設定してたような気がするから。あ、潰れた1本目が。意外とあれやな、耐久力そこまで強くないってことか。やばいやばいやばい、危ね。こっから当ててても当たらんもんね。反対側から狙わないかんから。うわ、難しい。片目だけ潰せたけどね。あー、取れなかった。これよっしゃ、よし、潰せた。これ両方潰せたらクリアなんかな。お、倒した。あ、クリアしたんや。なるほどね。2面まで来ましたね。やっぱエジプトですね、世界観が。このなんか雲みたいなやつよう出てくるな。骸骨雲みたいな。あ、やられた。あ、ジャンプ力低いんやこれ最初。あ、そっか、 J っていうの取らなあかんのか。あれ、何あれ、今なんか引っかかったの。あ、やられた。これ初めての武器やな。ミサイルや。あ、誘導なってるんや。
ええやん、この武器。ああ、やられた。まあ最近ね、ニコニコ動画の投稿がもうロックマンシリーズばっかりだということでね、結構うざいと思われてる方もいらっしゃるかと思いますけど、それだけ僕はロックマンが好きだということをね、皆さんにアピールしたいわけですよ。結構やり込んでるってことを皆さんにね、お知らせするためにロックマンシリーズをね、1ステージずつ投稿させてもらってるんで、それだと細かく見てもらえるかなっていうことでね、1ステージずつこう投稿すればね、結構やり込んでんだなっていうのは分かってもらうためなんですよね。まあさすがにね、ノーダメージクリアとかね、ノーミスクリアとかは無理ですけど、結構それなりにね、それでもやり込んでて、ちゃんとクリアしてる作品が多いんでね、それなりにやり込んでるってことなんですよね。それを分かってもらうためにやってるんですよ。中ボスかなこれ。ドラゴンですね。あ、逃げていった。まだや。これボスじゃないよね、これ。多分中ボスやんね。あー、やれた。ゲームオーバー。まだコンテにあるんや。ロックマンシリーズがね、ゲームの中で一番好きなんで、一番やり込んでるんでね。その自信をこうね、皆さんにお見せしたいというのがね、あるんで、まだまだ続きますんで、皆さん、ロックマンシリーズの投稿ね、ぜひ見ていただきたいと思います。まあ、再生回数低いからしょうがないんですけどね、そこまで皆さん、ロックマンシリーズに関心がないのかなっていうね、中華ゲーム機の動画しか僕のね、動画って基本的にね、再生回数があんまり伸びないというのが、昔から特徴としてあるんで、ロックマンシリーズのファンの方は喜ぶでしょうね。僕の動画の投稿はね、細かくね、ロックマンシリーズを分析してるんで、ロックマンシリーズ研究チャンネルでもありますから、僕のニコニコ動画のチャンネルはね、YouTube チャンネルの時代からそうですけど。あ、捕まえられるのか。マドハンドみたいやな。あれ、何も俺押してないけど、ボタンなんでこうなった。なんか同時押しとかしたら多分あの画面になるんでしょうね。弾でやられるな、あそこでいつも。これコンティニュー何回あるのこれ。無限ではなかったと思うんですよね、コンティニュー。9回ぐらいかな。結構コンティニューできますね、思ったよりね。よしよし。うお、怖っ。まさかこんなやつにやられるとはね、今の冷静に対処すればいけそうな役やったのよ。でもあれかな、続きのところがちょっと進んだね。ボスまで来た。結構当てられるところ多いんやね。多いというか。わあ、やられた。何今、なんか変やったな。やられる音が鳴らなかったし。
ミサイルが怖いなこれ。お、怖っ。ミサイルが怖いな、誘導ミサイルが。うわー、むずい。結構むずいな。一発でやられるから難しいんですよね、これ。コントラと同じですからね。こう前のね、動画の時にね、セガ版のコントラですよね、とかで僕ね、言ってたんですけど、データイーストですからね、このゲームね。完全に勘違いした言葉でしたね。データイースト版のコントラと言うべきですね。セガ版じゃないんですよ。セガじゃないですから、このゲームね。前回のちょっと、そんなことを僕言ってしまったんで、訂正させてもらいますが。思った人もいるでしょうね、中には。セガ版ちゃうよ、これ。データイーストやんけってね。デコやんけって思った人もいるかもしれ、いると思います。デコのゲームやぞってね。データイーストのゲームって結構ね、面白いゲーム多いんですよね。ああ、隠れた名作も多いしね。データイースト結構好きですよ、僕。癖があるゲーム多いですけどね、結構面白いゲーム多いというか、ね、名作結構ありますから。データイーストは、まあ、好きなゲームメーカーとしてはね、まあ、10番目とかそんなになってくると思いますけど、対等のデータイーストとセガって同じぐらい好きかもしれないですね。なんか、幅広い、なんかいろんなゲームを出してるメーカー、三大、いろんなゲームを出してるゲームメーカーってイメージがあるんで、データイーストとセガと対等なんですよ。いろんなゲームを、いろんな種類のね、なんかジャンル問わずいろんなゲーム出してんなって思うゲームメーカーがその3つなんですよね。幅広いなっていうね。ゲームの、出してるゲームの種類が多いなっていうね。そういうイメージがあります、その3つのメーカー。データイースト、対等、セガね。だから10番目ぐらいに好きなゲームメーカーって感じだと思います。だからデータイーストのなんかこう名作コレクションみたいなね、出てもいいんじゃないかなと思うんですけどね。ああ、むずいな。もうちょっとで倒そうな感じでしたけどね。まだコンティニューできるんや。何回できんのコンティニュー、これ。無限にできるんかな、これ。無限じゃなかった気がするんですけどね。有野課長のあれ見てたら、コンティニュー回数確か決まってたような気がするんですよ。そんな長くやるつもりなかったんですけどね。これ下で戦った方がいいのかな。上だとなんか上にでも来ちゃうね、どうしても。ミサイルが怖いな。あ、倒せた？倒せたみたい。ちょっとここでね、一回セーブしますね。で、ちょっとね、一回リセットさせてもらって、これ、コンティニュー回数無限なのかな？設定してたのかな？ちょっと、9回でやってたような気がするけど、どうだったっけなと思ってね。あ、やっぱそう、15回にしてたんか。そういうことか。コンティニュー、じゃあ15回まだ使ってないってことか。思ったより結構使えるもんやね、コンティニューね。4面まで行くとは思わなかったからね。
あ、そうなんやね。じゃあ続きやりましょう。15回までできるんですね、コンティニューね。最大。何回あとコンティニュー残ってるのか表示されないから、わからないですもんね。一応、スキルまでやらさせてもらいますからね、コンティニュー。なんか、アルマジロみたいなやつがいた。いや、あら？あ、なんか飛んできたのか、盾みたいなのが。でもやっぱ面白いですよね。あ、そうか、これに やられたよね、さっきね。早いな、あれ。やっぱりエジプトですよね、世界観がね。あ、飛んでくる飛んでくる、盾が、盾飛んでくるよ。あ、飛んでこないのか、こいつは。盾を飛ばしてこないタイプもいるのか。後ろから来るやつは飛ばしてこないのか。こいつは飛ばしてこないっぽいね。あ、飛ばしてきた今。おお。まあコンテンツ15回ならもうそろそろなくなりそうな気するね。よしよし、上から行った方がいいな、これは。あ、反対向いてた、いつの間にか。これ向き変えるの難しいですよね、これ。よし、戻らない。あ、戻った。下押すのかな。いまいちまだね、向きの変え方分かってないんですよ。あれ、さっきとまた似たとこ来たじゃん。あれ、めっちゃ間違えたか。あ、でも大丈夫か。あ、まあまだ使えるんや。ジャンプ力低いね、毎回死んでるから。これ、あ、ジャンプ力アップがあるけど、あ、やられた。残機があれか、5機にしてるから余計にコンティニューもできると、あの、コンティニューが、と、残機が多いからめちゃコンティニューできるような気がするんですね。一番いい条件やもんね。残機最大数で、コンティニューも最大数でやってるから。そら、プレイできる時間長くなるわな。4面まで行くとは思わなかったわ、ほんま。うわ、難しいね。この辺になるともう難くなってくるね。ここで多分終わりそうな気がするな。中ボスっぽいな、こいつ。ああ、下落ちたらあかんのか。まだあるんや。むずいね。データイストのゲームっつったらね、いろんなゲーム出てるからね、これというタイトルをね、好きなタイトルを言ってくれって言われたら迷いますけど、まあやっぱファイターズヒストリーかな、一番好きなのは。データイストのゲームで対戦格闘ゲームになってしまいますけどね。あとカルノフとかB ウィングとか、ダーウィン4078とかね。うん。メガドライブで言えばダーウィン4081ですけど。データイストといえばその辺かな、僕の中では。まだまだいろいろ名作あるんですけどね。
あと神宮寺三郎シリーズのアドベンチャーゲームとかも好きですね。あれも確か出会っていたい人ですもんね。あとビーバップハイスクールとかファミコン版の。ああ、これもあかんのな。ちょっと進んだんちゃうのかな。うん。なんか下に降りていくようなとこが多いね、この目。なんか音楽から世界観からもう全てがエジプトですね。ピラミッドみたいな。好きですけどね、エジプトの世界観も僕は。ああ、あいつ強いな、あの盾飛ばしてくるやつ。うわ、いきなりか。いきなり盾やろうか。ツタンカーメンですね。うわ、早すぎて避けるの大変やねこれ。見えたら即ジャンプやな。はいはい。これも覚え系ですね、完全にね。これ飛ばしてくるか。あ、よく、なんとか当たらんかった。お、怖い。うわ。まあ、まだあんのか。コンティニュー。あ、今度飛ばしてこなかった。パターン違う時もあるんか。そっか、こいつ今、フェイントみたいなことしやがったな。ああ。はい、今度飛ばしてきやがったな。もうカプコンのポコットワールドもちょっと世界観がエジプトっぽいんですよね。あのゲームも全体的に世界観がエジプトっぽくてですね。あれもシューティングですけど、あれは。ああ、しまった、忘れた。もうこの面ぐらいで終わりそうな気がするな、コンティニューが。また、この同じミスばっかりしてるね。こんだけ無駄遣いしてても、コンティニューが尽きないっていうのもすごいね。残機無駄遣いしてるけど。よし、やっと進めた。残機最大5機でコンテンツ15回って言ったら何機になるのかな。計算できないな。電卓がないと計算できないわ。5×15 ですもんね。ダメだ、計算できないわ。あ、ボスまで行けた。あとでちょっと電卓で計算。あ、こいつ出てくんの？一回倒したやつやけど。パワーアップしてんのかな？あ、あれか。あ、ちょっと高くなってるんや。位置が。ジャンプしながらじゃないと当てれないのか。だからジャンプ力アップのアイテムもあるんや。天井が低くなってる感じがするね。天井が低くなってて、ジャンプしながらじゃないと当てれない、攻撃が当てれないっていうか、耐久力も強くなってるのかな。どうなんやろ。斜め打ちでやった方がいいのかな。ああ、斜め打ちしようとしたら前に進むから難しいな。ああ、雑魚でやられてる。
もう30分ぐらいやってますからね、これ。あ、親帰ってきたんちゃうか。このゲームしかまだやってないけどな。まだこのゲームしかやってませんよ。今日スペースハリア2もやろうと思ったのにね。次回ですね。まだコンテにあるんや。電卓で計算してみましょう。5×15 は75機ですよ。なるほどね。そんだけ残機あったらそれだいぶねできるわね。はい、じゃあ今日はねこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。また続き次回やります。これしかできなかった結局今日は。はい、終わります。